はい、こんにちは、マナズマナカです。今日はドライガーデン好きの方におすすめな室内で育てられる、室内をよりかっこよくドライガーデンと相性のいい室内で置ける、観葉植物だったりをご紹介したいと思います。はい、それではね、どんな観葉植物がいいんだろうとかってなかなかね、ホームセンターとか行ってもわからないと思うんで、ぜひこだわりの観葉植物を見つけて、室内をよりかっこいい空間へと変えていきましょう。はい、それでは行ってみましょう。はい、それでは第1つ目にですね、アガベアテナータ、これドライガーデンでもよく使われるんですけれども、まあ耐寒性があまりないっていうことで、まあよく外の軒下だったり、まあ土壌改善をして使いましょうっていうことなんですけれども、室内であれば、日当たりのいい場所であれば全然室内で育てられます。この、アテナータなんですけれども、普通のアテナータでもこう斑が入ったものがあったり、これはボーチンブルーって言うんですけど、結構青くて葉っぱが特に大きい品種がアテナータのボーチンブルーって言うんですけれども、ぜひ、チェックしていただきたいと思います。またね、こうやって幹立ちしてくるんですね。幹立ちしてきて大きくなってくるんで、まあそれもねすごく特徴的で、まあこれ今ね白いプラ鉢に入ってるんで、なかなかね魅力が伝わるかわからないんですけれども、まあこれをね、黒っぽい家とかもね多いですし、白っぽいインテリアにもすごくグッと映えると思います。僕はねすごくこのアテナータがこう海外っぽい雰囲気を出してくれるんで、非常に個人的にはおすすめの品種ですね。はい、でそんなにね水をいっぱいあげなきゃいけないっていう品種でもないので、ぜひねこの、形気になったなと思った方は、小さいサイズとかも結構あるんで、ぜひ室内でねトライしていただきたいと思います。ただね、室内といっても暗いところだとすごくひょろーっとした葉っぱしか出てこなくなっちゃうんで、南面でね極力日が入るような、カーテンレース越しの場所で、育てていただくと、よりうまく育てられると思います。はい、では次に行きましょう。はい、じゃあ次に、アガベベネズエラですね。これねよく植栽で使うんですけども、先ほどのアテナータよりは耐寒性に優れているのかなと思います。黄色い縁が斑が入ってるんで、すごく上品なイメージありますし、少しね高い鉢に入れて植えて、こう室内に置いていただけるといいのかなと思います。またね、他のアガベに比べて先端のスピンのトゲもそんなに強烈じゃないんで、当たってもねもう大怪我するってことはないと思うんで、僕はね個人的にすごく好きでおすすめできます。はい、でこれもまあ室内で育てる時の注意点としては、やっぱりね、日は必要とする植物なので、まあ、カーテンレース越しとかで十分なんですけれども、あんまり日が入らないよっていうことであればおすすめはできないので、まあ、そこら辺はね調整しながら、置き場所を決めて、選んでいただければいいのかなと思います。めちゃめちゃ上品じゃないですか、これ綺麗ですよね。そうなんです、そうなんです、誰と話してるんでしょうね綺麗なんですよこれね、めちゃめちゃ、まあ、僕はおすすめしたいんで、まあね、こういう白いね陶器の鉢とか、まあ、黒でもね合うと思うんで、本当にこう上品なエレガントなイメージを演出できると思うんで、ぜひこれも参考にしていただけたらと思います。はい、次にですね、コルジリネのチョコレートクイーンですね。これね南国感演出できますし、見てください、このね葉脈の綺麗さ、天才画家が描いたかのような美しい葉をしていますね。これね個人的に僕も好きで、家に置いております。この間のルームツアーでもお見せしたと思うんですけれども、これめちゃめちゃ綺麗です。これ、ね、1本だけでも存在感出ますし、北欧のお家にもこうなんてレンガとかのお家にもすごい合うんじゃないかなと思います。とにかく綺麗ですね。これ、ね、葉っぱだけじゃないです。見てください皆さん、この葉っぱの、ね、根元の部分とかもねすごい綺麗じゃないですか。はい、すごい綺麗なんで、なかなかねここまでこう背の、ね、高いものって流通量少ないんですけれども、やっぱりねこだわりってやっぱ、ね、探すところからだと思うんで、ぜひね皆さんもこれ気になったなと思ったら、このサイズのチョコレートクイーン探してみてください。ただね、これからの新居とか新しく引っ越す方の参考にしてみてください。はい、で次に
あ、もう後ろにありますね、これドラセナのカンボジアーナ。この木をおすすめしたいのは、基本的にあまりこう観葉植物水やるの苦手だよとか、観葉植物とかの水やり間違えてよく枯らしちゃうんだよねとか、水やりの仕方よくわかんないんだよねって、そんな方におすすめです。はい、このねドラセナカンボジアーナ、基本的には水分をあまりあげなくても育ちやすい品種かなと育てていて感じます。まあ、これはね僕が育てていて感じることなので、まあいろんな意見はあると思うんですけれども、南国的なね雰囲気もありますし、こう一本だけの木よりもこううわっとねワイドに開いてるんで、これもね今ね、尺鉢っていう30センチの鉢に入ってるんですけれども、高めの鉢とかに植えてもらって高さを出して演出するのなんかもすごいおしゃれな雰囲気が出せていいんじゃないかなと思います。またね先ほどご紹介したベネズエラだったりアガベアテナータとかとの相性もすごいいいですし、まあ、ドライガーデンが好きじゃなくてもこういう雰囲気の、ね、植物好きな方、ハワイが好きだよとかっていう方って非常に多いと思うんで、このドラセナカンボジアーナっていうんですけれども、ぜひ探していただけたらと思います。ただねこれも近年やっぱりこういった雰囲気の南国っぽい植物ってすごく人気が出てきてるんですね。なんでこういった品種が、少なくなってきてる、いい樹形のものはね少なくなってきてるっていうのはあるんで、気になってねこの株綺麗だなと思った時はぜひね早めに選んでいただいた方がいいのかなと僕は感じております。はい、では次に行きます。はい、次にこれはミツヤヤシっていうんですけれども、これもヤシですね。これ耐寒性弱いんで気をつけてくださいね、ドライガーデン外では使えないんで。ただね、僕はアレカヤシっていう、植物を、家の中で育てているんですけれども、これはミツヤヤシって言って、特徴的なのがちょっとアレカヤシって根元が若干竹っぽい雰囲気あるんですけど、このアレカヤシっていうのが根元がねこう三角になってて、ちょっとねダークな黒っぽい幹肌してるんですよ。それがねなんかまたかっこよくって、まあ、アレカヤシとかとそんなにこう葉の形状は変わらないんですけれども、この根元の太さだったりっていうのがすごく、おしゃれですし、なんか塔の、家具とかにすごい合うんじゃないかなと思います。またね、真っ白なインテリア塔にも、ちょっとね黒いのとこの緑の濃い部分がすごく生えてくると思うので、この、木もねシンボルツリーとしてお家に飾ってみてはいかがかなと思います。はい、最後にモンステラですね。これモンステラの斑入りの品種で、まあ、なかなかね最近は流通量めちゃめちゃ少ないです。めちゃめちゃ少なくなってる気がします。はい、での大きいのなんですけれども、まあ、これねおすすめしたい理由としては、まあ、モンステラ水の管理が非常に楽っていうことと、単位性が強い、南国っぽい雰囲気も出せますし、日陰でも育てられるっていうのがモンステラのめちゃめちゃいいとこだと思います。はい、でねアーバンジャングルとかライフイズプランツってインスタやってる方って結構多いと思うんですけども、調べてみてください。結構ね海外の人、多くの人がこのねモンステラの斑入り品種を持ってることが多いです。むしろね日本より海外の方がこの人気高いんじゃないかなと思います。またねただ緑じゃなくって、この斑があることによって優しさだったり上品さがあるんで、インテリアグリーンとしての使い勝手も非常にいいと思います。はい、先ほどの植物とかとも合わせやすいですし、変にねこう南国感が出すぎると結構インテリアの邪魔をしてしまうこともあるんですけれども、今ご紹介してきた植物に関してはそんなにね、どんなこうインテリアにも合うと思うので、ぜひ参考にしていただきたいなと思います。いろいろとご紹介してきたんですけれども、今回は、ドライガーデン好きだったりこれからね新居に向けて、観葉植物育てたいよっていう方に、おすすめのあまり手のかからない植物をご紹介してきました。はい、それではねこれをもとにぜひ今いいなあったなと思った方はそちらを購入して、インテリアデザインとして観葉植物も飾ってね、インテリアとしてより洗練された空間を作るために植物を育てるっていうのもいいと思います。はい、ではね今日はここら辺で終わりにしたいと思います。はい、僕は高い家具より植物の方が
室内をかっこよくできると思います。神々。